たんですか？チカさんじゃないんですか？え？ああ、そうです、私が箱崎チカです。あなたはヌプギアさんだったかしら？ああ、私のこと知っててくれたんですね。いえ、それはそのギアちゃんに用事があるって言ってたですから、知ってて当然ですよ。そういえばそうですね。幼稚？はい、私に会いたいって言ってたってイースンさんから聞きました。会いたい？ああ、そうだったわね。うん、すごく会いたかったわ。で、どうしてネプギアを呼び出したの？それはその、そう、モンスターを退治してほしいのです。それだけのようでわざわざネプギアを？それは、ほら、この国には女神がいないから、モンスター退治も一苦労なの。だから、ベテラン女神候補生のネプギアさんに、ぜひ助けていただこうかと。やだ、ベテランなんて、私なんて全然まだまだ未熟者ですよ。そんなご謙遜を。まあそんなわけで、町の近郊の草原にいるモンスターを退治してきてほしいんですよ。大したモンスターではないですから、ネプギアさんなら楽勝ですよ、きっと。はい、任せておいてください。ネプギア、こっちにも用事があるでしょ？あ、そうでした。私たち、リーンボックスにいるゲームキャラの力を借りに来たんです。それで、ゲームキャラの居場所とか知ってましたら。あ、はいはい。戻ってきたら教えてあげますよ。わあ、すごくあっさり。協力的な方ですね。ありがとうございます。あ、でも私がゲームキャラを連れて行ったら、この国のカゴが。ああ、別にそんなの大したことないですよ。ゲームキャラのカゴなんて、いくらでも持ってっちゃってください。よかった、それなら安心です。それじゃあ、急いでモンスターを退治してきますね。はーい、よろしくお願いしますね。ふう、急に来やがったから焦ったぜ。バカが、この完璧な変装にまんまと騙されやがってよ。ねえ、なんか怪しくない？え？何がですか？あのチカって人、ゲームキャラの情報、ましてや持ち出しまで簡単に許可するなんて。それに態度も全体的にうさんくさかったような。そうでしょうか。あまり人を疑うのは良くないと思うですけど。すごくうさんくさかったにゅ。でも教祖様だよ。教祖様が悪い人なはずないよ。私も気にしすぎだと思いますけど。まあ注意だけはしておきましょう。真偽がわかるまでは絶対油断しないようにね。
お嬢さん、もし命と引き換えに世界を救えるとしたらどうするかね。は、なんですか、いきなり。例えばの話じゃよ。例えばの。わかりません。でもそれしか手段がなかったらきっと。なるほど。ではもしそれが自分の命ではなく親しい人、友達や家族の命だったとしたらどうかな。え、それは、そう本気で考え込みなさるな。あくまで例えばの話じゃよ。そう、例えばの。みんなが一緒なら心強いかも。これだね。女神候補生ですけど、ゲーム業界のために頑張ります。ここに行くんだね。ま、この私に任せれば大丈夫よ。いいもの見っけ。じゃじゃーん、レッドちゃん登場。やられたいの誰。骨。プッププイプッププイプッププイ。レッドちゃんのターン。プラエイ。やったね。私の番ですね。ここ、これでも、ま、レッドちゃんのターン。レイ。私に任せなさい。どんどん強くなるです。賑やかなパーティーニュー。けど嫌いじゃないニュー。えい、えい、えい、ジャンプ。ピョーン。女神候補生ですけど、ゲーム業界のために頑張ります。やられたいの誰。もらった。ブロッコリーの番乳。サボりなせ。レッドちゃんのターン。えい。やあ、私の番ですね。
私の番ね。次で行きます。で、やられたいの誰？邪魔よ。プップパイプップパイ、倒したでいきます。私たちの勝ちです。このくらい平気よ。いい趣味にゅ。ジャンプ。いい？さっさと終わらせて先に行くわよ。ほらった。これはおまけよ。取っておきなさい。ブロッコリーのパンに叩いてみるに、ただのサイコロに、私の番だね。フラエイ、ペイ、やったね。行きます。行きます。この一撃なら誰にしようかな。えい、やったね。やられたいの誰？一戦、これでとどめよ。ジャンプ。まだまだ元気に。あれがチカさんの言ってたモンスターですよね。うん。って、あれあれ？あのモンスター、結構強そうな気がするよ。そんなはずないですよ。大したことないってチカさん言ってましたし。よし、皆さんはここで待っててください。私一人で倒してきちゃいますから。あ、こら！油断するなって言ったばかりでしょうが。さあ、覚悟してください。今、私がやっつけちゃいますから。へい！あれれ、おかしいな。今度は本気で行きますよ。とりゃー！へー！嘘、全然聞いてない。ちょっと待って。危ない。あなたは？下がっていて。こいつは私が片付ける。すごい一撃で。調子に乗って敵の前に立つと、そういう目に遭う。覚えておいた方がいいわ。はい。キアちゃん、大丈夫ですか？まったく、何やってんのよ、あんたは。ごめんなさい。あの、危ないところをこの人に助けてもらって。見てたわよ。悪かったわね、うちの子が迷惑かけて。気にしなくていいわ。半分仕事のようなものだから。あなたたちは、なぜこの危険な草原にいるの？教祖様に頼まれたんだよ。大したことないモンスターだから、倒してきてって。地下に。地下の様子はどうだった？おかしなところはなかったかしら？おかしいところばかりで挙動不審だったにゅ。そう。一体どうしてしまったというのかしら、チカは。ねえ、よかったらこの国のことを少し教えてもらえないかしら。私たち来たばっかりでいまいち状況がつかめないのよね。構わないわ。そういえば、自己紹介もまだだったわね。
私は警部、このリーンボックスの者よ。あ、私はネプギアです。よろしくお願いします。ネプギアでは、あなたがプラネテューヌの女神候補生？あ、はい、そうですけど。あら、意外と情報通なのね。あなたたちが知りたいのは私のことではなく、この国のことでしょ。知っての通り、この国は3年前から女神不在の状況が続いているわ。それを機に犯罪組織の活動は活発化し、犯罪心の信者は日々増える一方、国力は目に見えて落ちている。女神がいなくなってから？それでも教祖である地下を中心に最低限の秩序は保たれていた。ほんの数日前まではね。数日前に何があったにゅ？犯罪心崇拝の規制が解除されたのよ、地下の一存でね。今この国では誰もが自由に犯罪心を信仰できる。そんな、どうして教祖さんがそんなことをするです？良い方に解釈すれば、秩序を乱してでも国民の生活水準を上げようとしたと言えるわね。犯罪組織に身を投じれば、少なくとも日々の食事に困ることはなくなるから。じゃあ悪い方だったら？乱心したという言葉が適当かしら。この数日の間に地下に何が起きたか、正直私にも理解はできないわ。ほんの数日前からってのが引っかかるわね。今話せるのはここまでね。あまり憶測で物を言うのは好きではないし。ありがとう、参考になったわ。ではこれで失礼するわ。また会うこともあるかもしれないわね。やっぱりあの教祖は怪しいにゅ、うさんくさいにゅ。そうですね、今の話を聞いてしまうと信用していいのかどうか。教祖が悪い人だなんて考えたくないですけど。本当に悪い人だったらどうするの？やっつけるの？やっつけて解決するなら簡単なんだけど、もう少し情報が欲しいわね。行きたい場所はどこですか？どこに行くの？待ちきれないよ！早く決めてよ！情報は欲しいけど、さてどこから手をつけたものかしらね。手当たり次第ってわけにもいかないし、
教祖さんのことを聞いて回ったら怪しい人みたいですもんね。誰かこういう時に役に立ちそうな知り合いか友達はいないの？知り合いか友達か、そんな都合よくいないよね。もしかしてユニちゃん？ユニちゃん！ん？ゲッ！ネプギア！ゲッて、ゲッて言われた！言うわよそりゃ！何突然私の目の前に現れてんのよあんたは！それは私が聞きたいよ。なんでユニちゃんがリーンボックスにいるの？あんたには関係ないでしょ。教えてよ、知りたいよ。ちあー、わかったわよ。わかったからそんなにジロジロ見つめないで。あんたと似たような理由よ。シェアを集めて少しでも力を得ようとしてたの。この国なら女神もいないし簡単かと思ってね。で、うまくいってるの？正直さっぱりね。特にここ数日は全然ダメ。まったく、犯罪神崇拝の規制解除なんて正気の沙汰とは思えないわよ。しかも女神を最も信奉すべき教祖から交付されたんだもの。この状況で女神を信じようなんて人間はほとんどいないわ。そんなにひどい状況になってるですね。まあだからっておめおめ諦める気はないんだけど、この国のシェアは全部私がもらうんだから絶対邪魔しないでよね。あ、ユニちゃん行っちゃった。ここでも教祖ね。いよいよもっと怪しくなってきたけど。もう一歩決定的な情報が欲しいところね。まだチカさんが悪いって決まったわけじゃないですよ。困ったですね。教祖さんともあれ以来お話できてないですし。みんな、僕の歌を聴けー。わっ、なんですかこの声。あー、ライブだ。向こうでライブやってるよ。ねえ、行ってみようよ。そんなことしてる暇は、まあいいか。どうせ行き詰まってるんだし。たまには休憩も必要ですよ。今日はこんなに集まってくれてありがとう。みんなのためにどんどん歌うよ。次のナンバーはとっておきのこの曲だ。わー、素敵な曲。はい、みんなも聞き入ってるですね。この光景だけ見たら犯罪組織に飲み込まれそうな国とは思えないわね。うう、くそ、まだ肩が凝ってやがる。慣れねえことさせやがって。それになんだ、さっきからこの耳障りな音はよ。のんきにライブなんてやってやがって。ちょっと嘘ばらしさせてもらうか。この国に来てからストレスがたまりっぱなしだしな。あー、この曲もいいな。私すっかりファンになっちゃったよ。よし、早速嫁にしよう。ん？あれは…どうしたですか、ハイちゃん。ああ、
久しぶりにいい気分だったのに嫌なもの見つけちゃったわ。放っとくわけにもいかないわね。あ、どこ行くんですか？まだライブの途中なのに。 IF さんってば。まだまだ行くよ。次の曲は、こんな胸くそ悪いライブめちゃくちゃにしてやる。バカな観客どもが大騒ぎするざまが目に浮かぶぜ。バカな観客で悪かったわね。ん？てめえらも嫌がったのか。もう嫁のせっかくのライブを邪魔して、今日という今日は許さないよ。こんなとこで出くわすなんて、今はてめえらとことを構えたくねえんだよ。じゃあな。あ、逃げた。ほら、どけどけ、邪魔なんだよ。どけっつってんだろ。うわ、なんだお前。おい、押すなよ、痛えって。すみません、どうしてください、どうして。ダメです、こんなに人がいるんじゃ身動きできないです。何の騒ぎ、またライブの妨害をしようというの。ゲイブさん、なんでここに。あなたたちは、なぜあなたたちがライブの妨害を。妨害しようとしてたのはあいつよ。追いかけてたところ。そう、分かったわ。追跡は私に任せて。あなたたちはこれ以上騒ぎを大きくしないように。うわ、すごい、あっという間に行っちゃった。なんでこの人混みであんなに早く動けるんだニュー。きっと離れしてるんでしょうね。ここは素直に彼女に任せましょう。今日はありがとう。みんな大好きだよ。うわあ、ライブ終わっちゃったね。もう下っ端のせいで途中聞き逃しちゃったよ。ゲイブさん、ちゃんと追いついたんでしょうか。ごめんなさい、取り逃したわ。そう、まあ仕方ないわね。あいつの逃げ足の速さは折り紙付きだし。あなたたちは、あの逃げた女と面識が。はい、下っ端さんにはこれまで何度も何度も邪魔をされてるです。ルビーなんて下っ端のせいで危うく滅ぼされかけたに。下っ端、それがあいつの名前。うん、そうだよ。はい、そうです。そう、下っ端。そんな危険な人物がリーンボックスに来たというのね。改めて自己紹介を。私は警部、治安維持組織リーンボックス特命課の一員よ。リーンボックス特命課？わーわー、なんかかっこいい。いかにもって感じだね。名前だけはね。現状は人員が全然足りず、治安の悪化を遅らせる程度のことしかできていないわ。唐突で申し訳ないのだけど、あなたたちも匿名化に協力してもらえないかしら。協力ですか？ええ、あなたたちの経験と、言葉は悪いけど女神であるという立場を利用させてもらいたいの。今の匿名化の活動では限界がある。
このままでは散り貧になるのは目に見えているわ。根本から解決する手段を探さなくてはいけない。どんな手段があるかはまだわからないのだけど。わかりました。協力します。またあんたはそんな安請け合いよ。何をするかもわかってないのよ。だってリーンボックスの人たちが困ってるんですし、放っておけないじゃないですか。そういうところは誰かさんにそっくりね。まあこの国のシェアの回復も目的の一つだしね。感謝するわ。当面は私があなたたちに同行する。指針が決まったらその時は協力をお願いするわ。はい。そういえばさ、どうして警部はライブ会場にいたの？警部もあの人のファンなの？匿名化の仕事よ。ライブ会場の警備は重要な任務だから。ライブの警備が重要な任務なのかにゅ。彼女 5PB は匿名化の間接的な協力者なの。彼女は歌の力で人々を勇気づけ、犯罪心崇拝から目覚めさせようとしている。それゆえ彼女のライブは犯罪組織の妨害に遭いやすい。だから匿名化は常に人員を派遣して警備に当たっているのよ。へえ、いろんな戦いをしてる人がいるんですね。でもそんな使命感からではなく、彼女にはただ歌いたい歌を歌えるようになってほしい。そのためには一日も早くリーンボックスの治安を回復しなくては。あれ、そこにいるのラムちゃん、ラムちゃん。あら、よその国でも声かけられるなんて、私たちってば有名人。ゲ、ネプギア。またゲって言われた。私嫌われてるのかな。嫌いじゃない、会えて嬉しい。ありがとう。ノムちゃんたちもリーンボックスに来てたんだね。まだ来たばっかり。少しでもシェアを集めようと思って。そっか、頑張ってるんだね。ネプギアちゃんが頑張ってるから私も頑張る。むむむ、そういうことだから邪魔しないでもらえる。私たち忙しいんだから。そう簡単じゃないみたいよ。この国でシェアを獲得するのは。え、どういうこと？犯罪心崇拝規制会長？ラムちゃん、わかる？子供には難しかったみたいだにゅ。バカにしないでよ。つまりその、チカって人が悪いやつってことでしょ？そうであれば話は単純だけど、チカの言動がおかしくなったのは本当にここ数日のこと。悪と断定するのはまだ早いと思うの。じゃあ分かった。きっとその地下は偽物なのよ。偽物？そう、悪いやつがすり替わってるんだよ。それなら辻褄が合うわ。そういう絵本読んだことある。その可能性は低いんじゃない？偽物だったらさすがに警部が気づくでしょう。いいえ、多分気づかないわ。
私は人の機微には疎いから。外見が同じであれば簡単に騙される自信があるわ。そこに自信を持つのもどうかと思うんですけど。でもそれじゃあ調べてみる価値はありそうに。でもどうやってです？私たちも以前の教祖さんは知らないですし。あ、ユニちゃん。ユニちゃんなら様子がおかしくなる前に会ってるかもしれません。探してみましょうか。素直に協力してくれればいいけど。ロムちゃんとラムちゃんも一緒に来る？うん、一緒に。私たちは忙しいの。教祖とか興味ないし、行くなら自分たちだけで行きなさいよね。そっか、それじゃあまた後でね。それで教祖が偽物かもしれないって思ったわけね。うん。ユニちゃん、少し前にチカさんに会ったことある？この国に来た時、挨拶程度にね。確かにあの時は犯罪組織に折れるような人には見えなかったけど。それじゃあお願い、もう一度会って確かめてもらえないかな。私からもお願いするわ。私に人を見る目があれば手間をかけさせずに済んだのだけど。いやよ、なんで私があんたの頼みなんて。ユニちゃんにしか頼めないのだから。この通り。私にしかできない？そこまで言うなら仕方ないわね。やってくれるの？ええ、任せておきなさい。偽物とやらの正体、私がバッチリ暴いてあげるわ。一日この姿で過ごさなきゃいけねえのか。こういうのは向いてねえんだよな。こんにちは、チカさん、いらっしゃいますか？うわっ、この声じゃねえ。はい、私はここにいますよ。よかった、やっと会えたわ。頼まれてたモンスター退治して以来ずっと会えなかったから逃げられたのかと思った。ぎっく、そんな逃げるなんてやましい方のすることでしょう。そういえばゲームキャラの情報くれるって約束だったよね。いやー、すっかり忘れてたよ。その件は現在こちらも調査中でして。ん？あ、てめえ、じゃない。あなたはラステーションの女神候補生。なんでここにいらっしゃるのかしら。あら、私のことご存知なんですか？初めてお会いするのに光栄です。それは、教祖として女神候補生の顔くらいは存じてますのよ。ええ、ボロ出すの早すぎない？なんで私気づけなかったのかしら。
それにこいつ、多分。あ、ごめんなさい。よく考えたら、お会いするの初めてじゃなかったですね。え？そうだったかしら。最近どうも物忘れがひどくて。そうね、だいぶ前のことだもんね。ラステーションで私にぶっ飛ばされたことなんて都合よく忘れてるわよね。誰が忘れるかよ。てめえみたいな生意気なクソ小娘なんぞにやられた屈辱。あ、もしかして下っ端さんですか？すごい、ユニちゃん、どうしてわかったの？どうしてわかんなかったのか、逆に聞きたいわよ。どう聞いても声が下っ端じゃない、こいつ。わからなかった。情報部失格だわ。くそ、この完璧な変装がバレるなんて。けっ、今まで簡単に騙されやがって。頭の中までめでてえ連中だぜ。本当に偽物とすり替わっていたのね。本物の地下はどこ？答えなさい。答えてやる義理はねえよ。いいさ、目的のほとんどは果たしたんだ。ここはとんずらこかせてもらうぜ。追いかけましょう。何としても地下の居場所を聞き出さないと。はい、待ちなさい。なあ、待ちなさいよ。人に仕事頼んでおいて置いてけぼり。ちょっと、まあいいけど、別に一緒に行きたかったわけじゃないし。私に任せれば大丈夫よ。ここまで来りゃさすがに参っただろう。待てー。ちぇ、しつけえ連中だな。なんか時間稼ぎできるのもんは。そうだ、こいつがあった。いないニュ、どこに消えたんだニュ。一本道だったし見失うはずはないんだけど。気をつけて、何かいるわ。ぬらぬらろぬらぬら。あー、スライム。すごい数です。床にも天井にもびっしりです。まずいわね。いくらスライヌでもこれだけの数が相手だと。ぬら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 。うわ、一気に来た。ちょっと待って。な、
にへばりついて、うわっ、変なとこ触るな。気持ち悪いです。服の中までぐちゃぐちゃです。ブロッコリーは食べても美味しくないニュ。いい加減離れるニュ。なんと卑劣な攻撃。このような恥ずかしめを。くすぐったいよ。そんなところに入ってきちゃダメ。この潰す。一匹残らず叩き潰す。アイちゃんが切れたです。だからダメだって。本当にもうダメ。たかがスライムにいつまでもやられてんじゃないわよ。あんたも手伝いなさい。スライヌといえど、群れるとあれほど恐ろしいモンスターになるのね。はあ、逃げられちゃった。でもここに逃げ込んだアニュ、アジトの可能性が高いニュ。そうね、あんな目にあって手ぶらで帰るのも尺だし、もう少し奥まで行ってみましょう。私に任せなさい。そこね、覚悟なさい。ワクワクニュ、私の番だね。ほらえい、任せてください。覚悟してください。やめてよ。ブロッコリーの番ニュ。ダボリナッセで、やられたいの誰？覚悟なさい。誰にしようかな。てらほい、やったね。私のですね。へい、そこ、これでとどめです。ブロッコリーの番ニュ。ダボリナッセ、宇多田のサイコロニュ。私に任せなさい。また私たちの勝ち。レベルアップです。賑やかなパーティーニュ。けど嫌いじゃないニュ。Thank you.
この私に任せれば大丈夫よ。女神候補生ですけど、ゲーム業界のために頑張ります。